はい、エメレチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今ね、アメリカのカリフォルニア時間で、9月3日日曜日ね、夜だいたい10時ぐらいになっておりますと。今回ね、まあもう本当にね、もう皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、iPhone15、いよいよね、来ると。もうね、ほんと iPhone3GS をね、中学1年生ぐらいの時にね、買ってからね、まあ iPhone をね、使い続けておりますと。で、まあね、Android ね、1年だけ使ってみたことがね、あるんですけれども、結局ね、iPhone に戻っています。現在ですね、まあ iPhone12 Pro Max と、iPhone 13 Pro ですね。まあ、この、2つ、まあ、今使ってきてますけれども、まあ、iPhone 14 の方はですね、もうちょっとまだね、手を出していない状態になりますと。 iPhone の、ね、ファンではあるんですけれども、ちょっとね、毎年ね、全モデルをね、買い続けるっていうところはね、ちょっとね、なかなかね、まだね、できてない状態なんですけれども、その費用的なところも、まあ、ほんとかけたくないっていうところが、まあ、1つなんですけども、2つ目としては、まあ、スペックとか、あとデザインがですね、本当に、ね、iPhone11 がね、出てからですね、デザインってあんまりね、変わってないですよね。 iPhone12 Pro Max をね、使ってますけれども、しばらく、まあ、バッテリーの劣化、あります。あとね、ゲームとか、まあ、やっぱりインスタグラムとか、まあ、画像編集とか、まあ、そういったところとかですね、まあ、インスタ、YouTube とか見ててもですね、特にですね、まあ、全然使えるかなっていう感じではあるんですけれども、アプリがだんだん進化してきてですね、まあ、その容量を結構ね、メモリを使ったりするところがね、増えてきて、まあ、だんだんね、ちょっとね、ラグさを感じてくるっていうのは、最近ね、個人的にちょっと感じ始めてるので、まあ、iPhone15 のところがすごいね、ちょっと気になってきたんですよね。で、早速ですね、まあ、iPhone15 の情報をね、ちょっとね、ここで動画でまとめさせていただけたらなと思います。でね、まずね、スケジュールの方ですけれども、9月のね、12日火曜日の朝、10時、カリフォルニアのね、アップルパークで、発表予定です。今日ね、9月3日なのでね、いよいよって感じですよね。まあ、心の準備はね、ちょっとね、心の準備はできてます。日本時間はね、日本の方が早く時間は進んでますので、9月の13日の水曜日の、夜中の2時ですね、AM です。予約がですね、9月の15日から開始で、販売開始が、9月のね、22日になっております。まあ、スケジュールはね、そんな感じですと。はい。で、デザインの方ですよね、気になるところは。まあ、iPhone 12、まあ、iPhone 13もですね、まあ、みんなね、このデザインなんですよね。このさ、3つ目のカメラで、まあ、この感じですよね。まあ、あんまりね、iPhone 11の時から変わってないんですよね。まあ、そこはね、正直ちょっと辛いことなんですけれども、今回 iPhone 15になっても、まだ、このね、刷新的なデザインに変わったりっていうところはね、ちょっとないっていうところは、本当のね、ワクワクっていうところはまだですよね。もう本当カメラの位置とかね、そろそろね、変えてほしいなって思います、正直。はい。カラーのね、展開なんですけれども、今回ですね、パステル系のね、薄めの色がね、結構展開されるというところと、シックなね、感じの、色も、展開するっていう感じですよね。で、パステル系のね、この色はですね、結構ね、女性向けかなというところで、まあ男性の方はね、あんまりね、選ばない色なんじゃないかなと思います。やっぱりね、iPhone って結構値段がどんどん上がってきてるので、まあよりね、結構ね、高級感のあるシックなデザインをね、やっぱり選ぶと思うんですよね、男女問わず。なので、パステル系の色が、まあここちょっと出るっていうのは、正直あんまり微妙かなと私は思います。でですね、まあこういうね、カラーバリエーションがまあ予想されているという、こと同時にですね、この充電ケーブルの方もですね、色が、マッチする、感じにね、リークされています。まあ、すでにですね、まあ私こちらね、Type-C のね、MacBook と、まあ、iPad に使っているね、このね、Apple 純正のケーブルね、使ってるんですけれども、こちらね、すでにですね、こちらまあ布製のね、感じになってるんですよね、このケーブルの生地が。はい。このね、網目感のね、あるケーブルがね、まあ、色とね、スマホ本体の色と、合わせてケーブルが展開されるんじゃないかっていうところもね、リークとして出ているんで、まあ、ここら辺はね、ちょっと楽しみですよね。網目のこういうね、布製の感じの生地の方が、まあ、高級感もありますし、耐久性もあるので、まあ、私はね、結構ここは、好きかなと思います。黒の本体選んだら、まあ、黒のケーブルになるんで、そこはね、
結構かっこいいんじゃないですかね。はい。でですね、まあ、ここもね、結構まあ前から言われてるところですけれども、まあね、iPhone 13もですね、ここの横側のですね、まあ、ミュートボタンがまあスイッチにこう上下する感じのね、デザインになってますけれども、まあ、これがね、今回アクションボタンですね。ただこのね、ボタンを押せばいいだけっていう感じになるんですよね。で、ボリュームボタンもね、今まではですね、バラバラなんですけれども、つながるっていう感じが、まあ、リーク情報として、出ています。なので、まあ、ここをね、機内モードとか懐中電灯のボタンに割り当てたりとかして、まあ、ミュートボタン使わない方に、まあ、自分のね、すぐ使いたいね、ボタンとして割り当てることができるんじゃないかっていう話もね、出ていますと。で、これもですね、まあ、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max だけのデザインになるんじゃないかなっていうね、ところの噂もあって、まあ、全部のね、iPhone 15 のモデルにね、これがですね、搭載されるかっていうところはちょっと分かっていません。で、まあ、ちょっとね、先にね、デザインのところ触れちゃったんですけれども、モデル展開としてはですね、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。 今年はね、発売される予定はちょっとなさそうなんですけれども、 iPhone 15 Ultra っていうところもね、ちょっと情報出てますけれども、基本的には最初に言った、4つのモデルの展開が、今回ね、今年9月、来週発表される、かなというところですと。スクリーンのね、サイズとか、まあそういったところもね、ちょっと、お話しできたらと思うんですけれども、iPhone ね、15が画面サイズが、まあ、6.1 インチ、で、15 Plus が、6.7 インチ、で、iPhone 15 Pro が、6.1 インチ、iPhone 15 Pro Max が 6.7 インチ、重さがね、170g とか、まあ、200、200、240g っていう感じになってます。で、ニット数がですね、基本モデルの方はですね、まあ、1200ニット、15 Pro と15 Pro Max は2500ニット、まあ、屋外でですね、最大そこまで出るんじゃないかなって言われてます。まあ、2500ニットっていう風になると結構ね、画面はね、めちゃくちゃ明るいはずなんで、もう海のビーチとか行ったら本当にマックスにしても全然ね、見えないんで、もうここはね、ちょっと本当に必須ですよね。リフレッシュレートですね。15と、15 Plus の方は 60Hz ですね。で、Pro と Pro Max の方は、120Hz、なので、まあ、120Hz になると、まあ、ようやくね、ヌメヌメ感が出てきますよね。なので、ちょっとぶっちゃけて言ってしまうと、iPhone 15と iPhone 15 Plus は、あんまりね、ちょっとね、そこまで、微妙なのかなって私は思います。素晴らしいね、体験をね、本当にね、皆さんにもしてほしいなと思うので、まあ、プロよりね、上のね、上位モデルの方を選んだ方が絶対いいなっていうのが、まあ、個人的な意見です。はい。でですね、プロマックスの方で、まあ、今予想されているのは、まあ、チタン合金ですね。これがね、プロとプロマックスなのか、プロマックスだけなのかっていうのは、まだわからない状態なんですけれども、チタン合金が、搭載されると言われています。で、アップルのね、発表イベントの招待状の方にも、まあこういう風にですね、散ってるような感じのデザインになってるので、これはね、まあチタン合金の、このデザインをね、想起させるような感じになってますよね。チタン合金となってくると、もちろんね、グラム数が減ったりとか、まあ耐久性は上がるんですけれども、価格がさらにね、上がるんじゃないかなっていうところも結構言われてます。この間ね、VR ゴーグル出ましたけれども、値段が半端ないですよね。なので、まあ値段高くしてもアップルのファンは買うっていう風なのがもうアップル自信ありますよね。なので、まあこういうね、15 Pro Max っていう商品展開のところには、まあ攻撃的なね、価格設定にね、なってきてますよね。でね、メモリ数です。で、6GB なんですよね、ラムが。で、ウルトラはね、8GB って予想されてるんですよ。こちら持ってるね、MacBook Air、まあ M1 モデルなんですけれども、これね、16GB のメモリ使ってるんですけれども、このね、MacBook もね、16GB で、結構ね、動画編集してるとね、めちゃくちゃ熱くなるんですよ。なので、ぶっちゃけ、まあ、ウルトラの、8GB のメモリーでも、Call of Duty モバイルとか、まあね、この間終わっちゃいましたけど、Apex モバイルとか、ああいう結構ヘビーなね、ゲームをスマホでされたいっていう方は、もうちょっとね、待って、ウルトラを待った方がいいんじゃないかなと思います。なので私もね、正直今回、出て、メモリがね、6GB だったら、こんだけワクワクしてますけど、ぶっちゃけウルトラ待った方がいいんじゃないかなっていうふうに、思ったりもしてます。
まあ、どうせね、本当に何十万、本当に20万ぐらいね、する値段使うんであれば、まあ、本当に待つっていうのも結構得策なんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、1TB 以上、まあ、2TB の方もですね、展開してくるっていうところで、非常にね、値段がね、ぐっとね、こうね、20万超えてくるね、レンジになってますと。容量のね、ところなんですけれども、私はね、256GB を、おすすめします。外付けハードディスクドライブ、まあ、外付けの SSD、そういったね、ところにもこまめにね、画像とか動画をね、パソコンつないでデータをね、スマホからね、吐き出した方がいいと思うんですよ。パソコンもそうです。パソコンにいっぱいデータをね、入れてる方はね、本当に外付けのところにね、どんどんね、入れてほしいです。そうすることによって、まあ、こういうふうにね、何十万、20万円を出す必要もないんですよね。なので、まあ、256GB で、買ってほしいなって私は思います。こまめにですね、まあ、旅行とか行ったら、まあ、それをね、外付けの方にパソコン通して、入れるとかね、そういうふうなことをすれば、本当にね、5万円、10万円ね、節約できるんで、まあ、そういったところもね、ぜひおすすめしたいところですと。1ドルね、今ね、146円ぐらいですね、今日時点で。日本にね、いるユーザーの方にとってはね、ちょっとね、不利な状況になってます。機能のね、ところもね、ちょっと触れていきたいと思います。で、ここが今回ね、肝です。USB Type-C、に、なります。ついにね、ライトニングケーブルが廃止されているっていうところは、結構ね、正式に決まってきている話なんですよね。で、iPhone 15、iPhone 15 Plus の基本、モデルの方は、USB 2.0、なので、まあね、正直ね、Type-C になるんで、まあね、普段ね、持ち歩くケーブルが、まあ、1本で済むっていうところはめちゃくちゃ便利ですよね。なので、MacBook、iPad を持ってる方、まあ、AirPods Pro、持ってる方、まあ、Type-C で全部ね、ケーブル1本で充電することができるんで、ケーブル何本もね、ライトニング、Type-C っていう風に持たなくていいんで、まあ、そこは便利ですよね。USB ね、2.0 なんで、ぶっちゃけね、充電速度とデータ転送はライトニングケーブルと、まあ、正直ね、この基本モデルの方は変わらないんじゃないかって言われてますと。iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max の上位モデルの方はですね、サンダーボルト、の方になるので、高速データ転送と、まあ、充電がね、急速充電ができるんじゃないかなって言われてますと。1秒で 40GB の、データ転送ができるっていう感じなので、まあ、これはね、やばいっすよね。で、このサンダーボルトの対応なので、まあ、ちょっとね、ケーブルが高くなるんですよね、原価がね。っていうところもあって、まあ、ケーブルは、別売りなんじゃないかって言われてますと。で、これもね、ほんとね、網網のデザインのやつで、色が、まあ、本体と一緒のブラックのやつだと嬉しいなって思ってます。はい、で、カメラですと。カメラ。プロマックスには、6倍のですね、ペリスコープレンズが搭載されるんじゃないかって言われてます。5倍以上のペリスコープレンズが搭載されるんじゃないかって言ってる方もいれば、いやいや、10倍いくんじゃないって言ってる人もいるんですけれども、大体ね、6倍が濃厚って言われてます。はい。光学式手ブレ補正もさらに強化されるっていうところなので、まあ、カメラの性能、まあ、動画撮ったりとかもね、写真撮ったりもですけれどもね、このね、ユーザーエクスペリエンス、かなりね、アップグレードされるんじゃないかなと思います。もう iPhone 12 Pro Max で普段ね、インスタのストーリーで動画撮ってるんですけど、いや、ほんとブレ感とか、まあ、明るさ調整とかもここでまあできるじゃないですか。もう本当にね、クオリティやばいっすよね。もうすでにもう iPhone 12 Pro Max の時点で私は正直やばいと思ってます。で、このね、ペリスコープレンズなんですけれども、YouTuber さんとか、まあ、ライターの方とかにもよって、予想が違うんですよね。実はですね、これが、まあ、Pro Max に搭載されるかどうか、まあ、ウルトラ、今年発売されるモデルではないウルトラの方に、搭載なんじゃないかって言われてる方もいるので、結構ね、予想がね、ここは結構ずれてるね、ところなのかなって思いますけれども、できればね、Pro Max で搭載してほしいですよね。あとですね、ダイナミックアイランドですね。まあ、iPhone 14 の方からですね、まあ、搭載された、まあ、インカメの方ですね。ダイナミックアイランドの方が、まあ、今回もね、iPhone 15 搭載というところで、iPhone 14とのね、差別化っていうところで、まあ、ここは新しい機能またね、搭載してくれたら嬉しいなって思ってます。アイデアとしてはすごい刷新的なんですけれども、実際使ってみてどうかっていうところは意外とね、微妙って言ってる方は多いです。A17 Bionic Chip です。
これがね、処理性能 GPU がさらにね、アップグレードされるんで、GPU がね、ワンコア追加されるっていう風に言われてるんで、ヘビーなね、動作をね、ちょっと iPhone でしたい時には結構ね、またね、いいんじゃないかなっていうところです。で、これもね、プロモデル以上、まあ、プロと、プロマックスですね。この上位モデルの方に、搭載っていうところですね。そこもあるんで、やっぱりね、プロ、プロマックス、まあ、ウルトラ、そのね、3つの方を、買っていった方がいいんじゃないかなって私は思います。で、あとですね、ベゼルの部分ですね。で、ベゼルの方はさらにね、今ね、14の方もですね、まだね、スクリーンの方ね、見てるんですけれども、実際、あんまりね、そこまで薄くないんですよね。Android の方だとめちゃくちゃ薄いんですね。もはやね、外、サイドがね、こう湾曲してるモデルとかもあるんで、もうベゼルがね、ゼロなんですよね。そこを比べると、まあ今ね、最新モデルの iPhone 14 とかもまだね、ベゼルがね、結構分厚く感じますよね。今回ね、iPhone 15薄くなるんじゃないかなって言われています。で、バッテリーの強化もさらにされるっていうところで、まあ大体ね、14より 10% ぐらいね、バッテリー強化されるんじゃないかなって言われています。バッテリー強化にプラスしてですね、Wi-Fi 6E の対応もするというところで、まあ結構ね、最新の Wi-Fi のね、ルーター使ってる方には、嬉しいんじゃないですかね。で、あとはですね、顔認証センサーの、機能もね、よりさらに高性能になったっていうところなんで、顔認証の精度もさらに上がるっていう風に言われています。いや、もうね、本当にね、今のままで十分なので、もうこれ以上っていうところすごいですよね、逆に。はい。で、こんな感じで、まあ予想のね、リーク情報をちょっとまとめさせていただきました。で、まあね、iPhone を結構使ってる方多いと思うんですけれども、特にね、機能とかハイスペックにこだわらない方って意外とね、話してるとですね、多いんですよね。で、でもね、一般的に私が、まあ iPhone のユーザーと、まあ海外の方とかと話してるときに、やっぱりね、バッテリーの劣化なんですよね。で、バッテリーの劣化に対して、まあ、すぐほんと充電使ってたら充電20分ぐらいでゼロになるとか言ってるんですよ。で、こまめに充電しなきゃいけないって言ってるんですけど、Apple ってね、バッテリー交換のサービスをね、してるんですよね。なので、バッテリーさえね、交換すれば、本当にそのね、問題が解決されるんで、特にハイスペックな機能であったりとか、綺麗な画面にね、興味がない方は、バッテリーさえ交換すれば、高いね、新しい iPhone 買う必要ないんですよね。ここをね、ちょっとね、皆さんにね、最後お伝えしたいなと思ってました。はい、以上ね、リーク情報をね、まとめさせていただきました。今回ね、初めて、商品レビューではなくて、製品を取り扱わず、情報を取り扱うっていうところをちょっとやってみました。いやー、面白いですね。はい。いや本当ね、あんまりね、私自身も、特に iPhone 15の話出てるなっていうのは見てたんですけど、ここまでね、詳しいね、ニト数とかまでは見てなかったんで、まあ本当にね、自分で動画こう作ってすごいね、勉強する部分もね、あったんで、面白かったですと、はい。ぜひね、あとね、ガジェット好きな方はね、ぜひね、チャンネル登録していただけたらね、嬉しいです。まあね、動画で、コメントとかもね、していただけたらね、コミュニケーション好きなんで、すごい、コメントとかいただけたらめっちゃ嬉しいです。高評価よりもコメントの方が嬉しいですね。全部ね、コメント見てますし、返信も全部させていただいてるんで、まあ動画の方でもですね、今後ね、コメントとかもね、読み上げたりとかする動画もね、やってみたいなってすごい思ってるんで、ぜひね、ご協力いただけたら嬉しいです。です。はい、動画ね、長くなってしまったんですけれども、ミリオンチャンネルですね、本日もご視聴いただきありがとうございました。